あのアニメを見てないです。言えないと思うんだけども、まあ原作のアイズのファンの方ということで、ね、あの原作とは違った話になりますので、ね、そこで。あのこういう話もあったのかっていうふうに受け取ってもらえたら嬉しいかなと思います。